天気です、できた。水田さん、私、小倉駅といえば非常に思い出がありまして、はい、それはですね、私がボートレーサーに志した時から、はい、まあ30年前なんですけど、はい、実はこの駅からこう当時の山梨県にあります本栖研修所へ寝台列車で向かうという、でその時に駅のホームに、私はその時にいた小倉商業高校の在校生や先輩、後輩迎え送りに来てくれたんです。あ、ここから送り出してもう応援団、絶対にレーサーにならないといけないと。もう駅、あの電車の中で誓った。だからなんて言うんでしょう、初心を思い出す駅なんです。ほー、すごい思い出深い。いまだにそのなんかあの声援を今日も背中に受けながら今日水田さんとお仕事してるような。聞こえてきたんですね。聞こえますね、はい、なるほど。そういう駅なんですけど、はい、実は今日水田さんに私の交流のある、うん、まあ、先輩、うん、こういうのある方にお会いしたいなと思うんですね。あ、私もついて行っていいですか。あ、どうぞどうぞ。どなただろう。これはですね、まあ、今日はボートレース関係ではなくて、まあ、他のスポーツ団体の方なんですけどね。まあ、とにかく、はい、三国ワールドスタジアム北九州へ連れて行きたいと思います。あ、ということはサッカーですね。ピンポーン。わかりました。ギラバンズ北九州だ。おー、正解。よし、じゃあ、はい、ひとまず行きましょうか。はい、レッツゴー、はい、北九州ミラクル植木道彦つなぐプロジェクト。今回は植木道彦の先輩を訪ねて三国ワールドスタジアム北九州へ。北九州市をホームにするプロサッカーチームギラバンツ北九州の本拠地三国ワールドスタジアム北九州は JR 小倉駅からなんと徒歩7分、町の中心部にとても近いスタジアムなんです。ましたけど、はい、もうすぐで着くんですけど、ね、綺麗ですね。北九州のいい感じの、でもすごい、もうすぐですよ。もうすぐ、はい、さて到着しました、はい、こちらが三国ワールドスタジアム北九州です。自分も実はもう北九州市民ですけど、はい、行きたいと言いながらなかなかこう近くて行ってなかったんですよ。あ、初めてですか。そうなんです。お、しかも駅からめちゃくちゃ、そうなんですよ、あっという間すぐ近くですよね。はい、楽しみですね。じゃあ入りましょうか、はい、行きましょう。それでは、はい、行きます。三国ワールドスタジアム北九州の一番の特徴は日本初のゼロタッチスタンド。最前列の席はタッチライン、ゴールラインとの距離がわずか8メートル、ピッチ面と同じ高さで観戦できるんです。臨場感あふれるダイナミックスタジアムなんですね。そしてそして、海ポチャでも有名な海に最も近いスタジアム。東側バックスタンドの下はもうほぼ海。試合中にボールが飛び出すこともあって海ポチャするスタジアムとしても人気なんです。天然芝の緑と青い空にギラバンツ北九州のメインカラーのイエローが映えますね。 J3 リーグ最下位からの優勝を成し遂げるも、今年は J2 リーグで21位と結果を残せず J3 最降格。新監督も発表され、また来季は新たなチャレンジへと向かうギラバンツ北九州。今回植木道彦が会いに来た人物、それはギラバンツ北九州代表取締役玉井幸人さん。同じ北九州を本拠地として活動するプロスポーツ協会覇者植木道彦が熱く熱くボートレースとサッカーをつなぎます。今回植木さんが今日どうしても会いたい人がいるんだということでここにお邪魔したんですが、お二人はもともと交流があったってことですか。そうですね、交流が2017年そうですね、2017年、はい、私が2018年の1月1日からギラバンツの社長に就任したんですけど、その前はあの西日本新聞社の記者をしてました。で、なぜか私にですね、白羽の矢が立って、ギラバンツの社長になってほしいって言われて、まあその要請を受けたんですけど、事前に新聞社にいるんで、あの発表する前に書かれちゃったんですよね。2017年の12月5日の朝刊で玉井がギラバンツの社長になるってバーンって書かれたんですよ。すごい、そしたらあの反響が大きくて、いろんな方から
知ってる人から電話があって、はい、でその中で植木さんから同じ北九州なんでぜひ応援っていうかサポートしたいっていう申し出が新聞社の担当の人からお通じてあったんですね。あ、じゃあ植木さんの方からこうアプローチされた。やっぱり北九州にいる人間からすると、うん、やっぱりギラバンズは頑張ってほしいじゃないですか、うん、一応プロをやってたので、はいはい、やっぱりそのギラバンズのやっぱ選手の方もやっぱこうアスリートなので、うん、まあ、その共通する部分もなんかお手伝いすることがあればなっていう話とかもろもろあのだからぜひプロとしてのその心構えを伝えたいってずっとおっしゃってたんですよ。公演私聞き行ったりしてすごいそのこう復活するあのドラマに心を打たれたもんですから、これはぜひ選手にプロとしての厳しさと心構えを伝えたいなと思って、で2018年に年、ね、今から3年、4年前ですね。そうですね、ですよね、4年前ですに社長に就任された、はい、その時ってギラバンズ北九州はどんな感じの状況だったんですか。その時はギラ今 J2 なんですけど、その時は J3 だったんですね、はい、なかなか復帰ができない、J2 に復帰ができないっていうことですごく苦しんでた時期ですね。で、まあ三国ワールドスタジアムもできて、ここはライセンスがあの J1 までいけるライセンスをあの備えたスタジアムなんですけど、その中で J3 っていうのがすごく苦しくて、なんとかそのこう打開ができないかっていうことです。すごい関係者の方があの頭やましてたんですけど、その中に飛び込んでいったような感じですよ ね、 そうですね。しかも新聞記者さんでらっしゃったら全然関係のないお仕事。そうですね、あの運動部っていうのがあってスポーツ担当しているところがあるんですけど、はい、そこの部署には一度も行ったことなくて、自分スポーツ音痴なんですよね。まさかのじゃん、事件事故、ね、そうですね、事件事故とかこう社会学の記者、あと東京にいる時は政治の担当してて、ちょっと首相官邸のキャップとかをしてたんですけど、まさかのスポーツの世界に引きずり込まれるとは思ってもなかったですね。ではそんな中で、はい、これからどうしていこうって思われたんですか。そうですね、私は就任した年に J3 で最下位になったんですよね。それは日本のプロのサッカーの中でもう一番そこまで落ちたんですよね。なんかどうリアクションしていいか困りますけど、はい、就任初年で、そうですね、その頃からですね、いろいろ考えて、じゃあギラバンツのサッカーってどんなサッカーなんだろうって考えて、まあ社内であるとかスポンサー企業の方であるとか、まあ、行政の方とか、まあ、いろんな人に聞くんですけど、誰も答えられなかったんですよね。どういうサッカーをしているのか、ここが一番大事じゃないかなって思って、じゃあそれって僕たちは北九州っていう名前もついてるし、地域を背負って戦ってるんで、じゃあ北九州はどんなところだろうって、それをもう一回突き詰めないといけないって、製鉄所ができたり、その炭鉱ができたりとか、ゼロからこう明治以降積み上げた街、フロンティア精神があるし、いろんなものをこう改革をしていくイノベーティブな、そういう土地柄があったりです。であと一番大事なのがですね、この街はやっぱり公害を克服した街ですから、子どもの時やっぱりもう空を見ても海を見ても真っ黒なんで絶望的な気持ちになってましたけど、それがここまですごい青空が戻って海も青くなったしですね、やっぱりいろんな困難を乗り越えてきた地域なんですね。絶対に諦めないっていう、そういう強い心があるってことです。それを僕はサッカーとクラブで体現をして、それでみんな街を味方につけて戦わないといけないと思う。やっぱ何のためにっていうのは大事だなと、だから先ほど言ったようにボートレースってこう船券を買うっていうイメージしかみんななかったので、皆さんだけどそのボートレースがあるっていうのは、その社会貢献ができてるからボートレースができるっていう、ここの根底を忘れちゃいけないなっていう。だったらやっぱりたくさんなこう大切な皆さんが、ファンの方がこう購入していただくのは、こういうことで社会貢献できてるんですよっていうことも同時に伝えないといけないかなっていうところで、やっぱり社長とかにいろいろな話を聞くことによって、やっぱり考え方とかやっぱりいろんな部分を学びましたので、
だからそういう時空をやっぱりこうもう一回思い出して、でそれがこうブレなくちょっとなってきたからこう頑張り続けてるのかな。ではそこで具体的にやっていたことっていうのは何だったんでしょうか。はいはいはい、まずやったのが、2018年の年末に、監督強化本部長コーチ全員変えました。途中でもう今季限りということで、それともう一つは選手が31人いたんですけど16人を全部変えました。へえ、思い切りましたね。そうしないともうこのクラブは変われないって思ったんで、そこは断固もうぶれないって思ってそこはやっていきました。そしてその上で自分がさっき言ったようなこの北九州に沿ったサッカースタイルの確立、これを一緒にしていく監督を探しました。監督と指導者を探しました。で自分もなんかそこまで思ったんでなかなか妥協ができないんでですね、いろんな人に両手に余るぐらいいろんな人に会ったんですけどなかなか決まんなくて、でその時にお会いしたのが今の監督の小林慎二さんっていう、過去に4つのクラブを昇格させた昇格受け入れ人っていう方なんです。それで育成がすごく得意で、子供たちをこう育てていくのと、あこの人かなと思って、まあ、で初めてお会いした時ですね、僕はサッカーのこと知らないじゃないですか。こうクラブを変えて地域と一緒になってこう地域を回っていくようなクラブにしたいんですよって言ったら、監督がいやあなたは正直な人ですねって、今あなたのような人にサッカーの楽しさを教えてあげたいと思いましたっておっしゃったんですよ。もうその言葉が胸に刺さって、でこの人しかいないなと思ってすっごいもうお願いしてギリギリになって、それこそ12月の25日にやっと記者会見してそういう発表にこぎつけた、そういう思いをこう応えてくれて、その J3 再開から翌年は優勝したんですよ。リーグ優勝したんです。で J24 年ぶりに復帰したということがありました。でそのまた翌年の2020年は前半戦が首位に残り詰めて、で最終的に5位だったっていう、そういうところまで、そう一緒に小林さんとやってきた改革のこう一つの階段を上っていったなとは思い、ガラッとこう人を変えて、そうです、でその意思に基づいて、はい、みんなこう向かっていってくれる人たちだけで向かっていくとどんどん進んでいくわけですね。進んでいきましたよね当時は。もう驚くぐらいですね、まさかこんなに勝てると思ってなかったんで。そうするとやっぱりファンの皆さんもそうなんですけど、やっぱりこうサッカーに携わってる方たちもこう変わっていくんじゃないですか、ね、そうです、自分たちも変わっていくんですね。だからそのチームが変わるとやっぱりチームとクラブっていうかフロントって、私たちみたいなチーム、はい、こう事務的なこともする経営とかです、フロントっていうんですけど、これ両輪なんで両方変わっていけないといけないんですよ、うんうん、このスタジオの中で、スタジアムの中でイベントをいっぱいやったんですよね。父の日はその角打ち、お酒を、はいはい、車をコーナー作ったりっていうことは、はい、もう全然サッカーのこと好きとか思ってない人でも来れるようなイベントを、はいはいはい、いうのが、まあ、市民の方に、そうですそうです、活用してもらう施設ということですよね。でそれの翌年にやったのがサポートショップっていうのを作ったんですよね、はい、スタジアムに来たこと応援されますよね。満員になると1万5000人行きますので、うん、終わった後にユニフォームとかチケットの半券を持っていくと、はい、例えば飲み屋さんで買った時の乾杯ビールがいっぱいタダになりますよとか、焼き鳥が 10% 引きになりますよっていうお店を30件しかなかったのを1年間で360件まで。すごい。今は470件も、ね、わすごい増えてます、ね、もっともっと増やそうと思ってますけど、まあ、そうなることによってこうなんていうの、ギラバンツというチームを地域の人にもっと知ってもらって街中を黄色にしてあげないしたいなと思って。ちょっと前社長の夢ですから。夢です。街中が真っ黄色。真っ黄色。今駅の周りみんな真っ黄色になってますよ。今日も多分。植木さんってすごいスーパースターじゃないですか。自分はスーパースターでも何でもないし、もうその辺にいるおっちゃんなんですよ。だから自分の力の限界ってすごく分かってるんですよ。だから人の力を借りないといけない。だから。
なんていうか最終的に自分いいとこでも悪いとこでもあるんですけど、人を信頼する、信用する、だから信頼、部下を信頼したら任せるんですけど、間違っても絶対そこは言わないです。責任は取りますけど言わないです。へ、だからやっぱり玉井社長とお話しして、あ、今の今日の話もそうですけど、なんか僕もこれからの先の仕事でもね、うん、こうボートレースも平松に負けないように、うん、特に北九州はボートレースの赤松があるので、ね、ちょっとこう一緒にね頑張っていけたらなって思いますよね。今後どんな風にしていきたいっていうあります？黄色を守りつつボート職もみたいな感じですけど、まあ、僕はやっぱりその社長と同じようにやっぱりボートレースの根幹である、やっぱりボートレースのおかげで、ファンの皆さんのおかげで社会貢献ができてるっていうところを、またそれで一生懸命レーサーがレースしてるっていうところをお伝えしたいなと思っています。玉井社長はこれからギラバンツをこうもっともっと広めるために、うん、具体的にどんなことしていこうというの？そうですね、今やってるんですけど、地域通貨っていうのを作ったんですよ。ギラコインっていうのを作りました。ギラコイン、ギラコイン、どんなことができるんですか？スマホでいろんな買い物をしたり、今スタジアムの中ではスタジアムグルメとか、あのグッズを買えるんですよ、割引で。そこで、まあ、トークンっていう機能もあって、まあ、コロナでこういう時なんで、例えば選手とかチームとファンの人のこう交流を深めるためにバーチャルで、そういう機能も持ってるんですよ。へー。で、さっき言ったサポートショップっていうのが500件近くありますよね。そこにどん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 落とし込んでいって、そのシステムを。へー。で、どうなるんですか？で、街の中全体とクラブがこう結びつくようなバーチャルで。いいですね、壮大でしょ。あ、もうなんか感動するその優しい眼差しと優しい。いや、だから玉井社長にもお時間忙しい方ですけど、ぜひね、もう一つ若松もね、今すごく変わってますからね、あの子供たちの遊ぶ場所も本当に今はもうただ遊びなさいじゃないですから、本当にこうなんお母さんお父さんも一緒に入れるような、それで食べ物も豊富だし、まあ、今はイベントできませんけど、本当にイベントもすごくできそうな雰囲気がありますから、ぜひまたこう体験してもらって、そうですね、コラボができればいいですね。そうですよね、やっぱボートレースのいいところもですね、見ていただいたらなと思いますね。さて植木さん、はい、玉井社長との本日の対談いかがでしたか？いや、あの日頃ねお話ししていただいた時とはまた違って、まあ、非常にギラバンツ、また北九州に対する思い熱かったですね。なんかこう優しい雰囲気を持ちながらも、やっぱりこう真の強さみたいなのを感じましたし、その地域を盛り上げようという気持ちがすごかったですよね。なんかこう引き込まれるような感じがしましたね。本当、素晴らしい対談でした。そうですね、はい、私も聞いてて本当に勉強になりました。そうですね、はい、はい、うん、そしてあの植木さんはもうご存知だと思うんですけれども、はい、玉井社長、うん、実は、はい、あの北九州、それも若松出身の作家の日野足平さんのお孫さんなんですよね。そうなんですよね。びっくりしました、はい、そういったこともあってですね、やはりこの若松というこの土地にね、なんかこう脈々と流れる熱い魂みたいなものをちょっと感じましたね。日野足平さんもすごい作家さんですから、うん、そうですよね。それがまた玉井社長のこのソウルになって、そういうの感じましたね。ギラバンツ北九州なんですが、まあ、この後 J2 にこう復帰目指したこう戦いが始まるわけなんですよね、まあ、地域の皆さんでね、こう一丸となって応援していきたいなと思いますね。もうみんなで決死力を合わせて盛り上げていきましょう。頑張ってほしいです。頑張ってほしいですね。地元を巻き込んで成長していくプロサッカーチーム、ギラバンツ北九州。サポーターやファン、地元商店街と一体となって好循環を生み出していく玉井社長の熱い心は、ボートレースと植木道彦にもまた大きなヒントを与えたようです。植木アンバサダーはまだまだボートレースといろんなものをつないでいきますよ。次回もお楽しみに。